ナウル航空は、ナウルの航空会社。1970年から2006年までは、エアナウルと、2006年から2014年7月31日は、アワー航空と称していた。ロゴボーイング727から77、シーゼンンのエアナウルは1970年に、設立され、ナウル島の中心地、ヤレン地区にある、ナウル国際空港をベースに、 ボーイング727やボーイング737から200、フォッカー界28などで、オーストラリアやニュージーランドなどの近隣諸国や日本、グアムやホノルルなどの太平洋地域を中心に、就航していた。機体の整備等は外国に委託していた。ボーイング737から400しかし、 ナウルの主要産業であったリンの採掘が枯渇したために1990年代に国家財政が破綻した。その後も運行を続けていたが2000年代に入り経営状況が逼迫し2005年12月にオーストラリアのメルボルンで債権者によってボーイング737から400を差し押さえられた。ボーイング737から300しかし、 ナウルが国交を結んでいる主要な援助国である中華民国政府の援助によりボーイング737から300型機を新たに購入2006年9月より運航を再開し同時に社名をアワー航空に変更した2014年8月1日には社名が現在のナウル航空に再び変更されたまたこれ以降ボーイング737から300の 追加導入を進めるとともに、貨物専用機も導入した。現在は、オーストラリアのカンタス航空とのコードシェア運航や、キリバス航空から、ウェットリースの運航も委託するなどネットワークを拡大している。以前運航していたフォッカー海28エアナウル時代、1972年から1988年に、フォッカー海28、ボーイング727から100、 ボーイング737から200で、鹿児島空港、那覇空港にも乗り入れていた。日本から撤退した理由はパイロット不足によるもの。東京にあった、エアナウル東京支店の家賃を滞納していたとも言われる。ありがとうございます。